こんにちはファンカスラボ浜野節骨院長の平野です今回はこれ肩かなと思った時の対処法についいいてお話し,したいと思います肩の痛みを訴えてくる患者さんは当院でもたくさんいらして交通事故や転倒などの怪我によるものスポーツや仕事などでの使いすぎなど理由が分かっているものもあるんですけど多くは「朝起きたら痛くなった」とか「よくわからないけど気づいたら痛くなってた」とかを問診の中でお話して。 これって四十肩ですかねとか聞かれることが多いんですよねそこで今回は四十肩五十肩かなと思うけどこれどうすればいいんだろうと思った時の判断の目安と対処法セルフケアについてお話したいと思います流れとしてはまずセルフチェックで現状確認今回はわかりやすさ重視で現状を4タイプに分類してみましたそして次に現状が分かったらその現状に対するそれぞれの対処法ストレッチなどのリハビリ法を話しますね ではまず一つ目、セルフチェックから始めましょう。炎症期タイプまずこれに関して、夜間時痛に関してはどうでしょうか。夜の痛みですね。肩の痛みは夜痛い人がかなり多くて、眠れないくらい痛い方も多いんですけど、その痛みはどんな格好とか、どんな熱性をしても痛いのか、夜だけでなく日中は静かにしているとき、安静にしているときにも痛い、こういう場合は炎症期です。その原因はたくさん考えられるんですが、 取るべき対処法はこれだけです。安静と鎮痛です。詳しくは後ほどお話しますね。次は椅子に座って痛い方の手を上げるテストです。立った状態でもできるといえばできるんですけど、立ったまんまでやると腰を代償的に使ってしまって、手が上がらなくても上がったように見えることができてしまうんですね。だから純粋に肩の動きだけを確認しやすくするために、椅子に座って行いましょう。とりあえずこの場では立っていきますね。 衝突・摩耗タイプ手のひららを下にに向向けけるるる。とと上上上ががない。そして下に向けて上がらなかったとしても肩を脱力した状態で反対の手で上上げるると結構上がる場合。肩の関節周りには関節とか筋とか靭帯とかいろんなものが詰まってるんですけどそれらのどこかがぶつかったり擦れ合ったりして傷んだりとか上がらなくなったりするタイプです。 これは病名で言うとインピンジメント症候群とか、肩板損傷の可能性があります。インピンジメント症候群についてざっくり説明すると、インピンジメントっていうのは衝突って意味ですね。関節の滑りが悪くなってしまったりとか、周りの部分が腫れてしまったりすると、関節が上がる時にぶつかります。そんな病態です。通常だとこういう感じで、この肩甲骨のくぼみに対して、上腕骨ですね、腕の骨が こんな感じでスムーズに動いてるんですけど、これ動かすために、この周りいろんな筋肉あるんですけどね、極上筋っていう筋肉、ここの障害が多くなるんで、こういう感じで引っ張られて、ね。ただこれがですね、滑らかに動かなかったりとか、この周りが腫れてきたりするとですね、うまく動かなくて、衝突を起こしたりします。これがインピンジメント。この動きがですね、自然とじわじわ起きるようになってくると、 この部分がずっと擦れてくるようになります。これが鍵盤損傷ですね。で、これがずっと続いていったりとか、加齢によりずっと続いていくと、ここに穴が開いてきて、これが鍵盤断裂っていう状態になります。これらの対処法としては、先ほどの炎症期を過ぎた段階からの適切なリハビリなんですけど、重症化していくに従って手術対応の確率も高まっていきます。これは主治医との相談ですね。 ここでの私の説明は表面的なものとなります。鍵盤損傷についてより詳しく知りたい方は、こちらの動画がおすすめです。肩専門の医師で数多くの手術もこなしている宇多島先生の動画です。こちらもぜひご覧ください。次、硬縮タイプ。痛い、痛くないにかかわらず、どの方向に動かしても上がらない。反対の手を使っても上がらない。 この場合は肩の関節包の炎症が進行して分厚くなって固まってきちゃっている状態ですね。これがいわゆる四重肩五重肩になります。凍結肩フローズンショルダーとも言いますね。こうすると治るには結構根気が必要になってきますね。次は筋肉突っ張りタイプ。先ほどの衝突摩耗タイプと逆で手のひらを上に向けると上がらなくて下に向けると上がる場合ですね。 これは肩そのものではなくて、周囲の筋肉、特に後背筋っていう筋肉がタイトになっちゃって、上げるのを突っ張っちゃって邪魔している状態ですね。後背筋は、まあ形、もっと大きいんですけどね、こう、こういう感じで走行はついてます。腕の付け根、腕の付け根の骨の内側から、背中を通って、このお尻の骨のあたりに来るんで、 手の,手のひらを上に上げようとするとよりこういうねじれますんで突っ張るんですけど手を内側にするとこれで緩んだまま上げられるんでちょっと上げやすいかなっていう状態になってさっきのように手のひらを内側にすると上げやすいという動きができるようになりますこれが結構多くてですねデスクワークとかスマホで肩を固めちゃったり手を上に上げる動作をあんまりやってないとこの状態になりやすいです 猫背や巻き方の姿勢の方はこのタイプで傷んだり肩が上がらなくなったりしますこの状態の対処法はまずそれらの筋肉を緩めることですねどうですかあなたはどのタイプでしたかねそのタイプが分かったらでは次に対処法ですねそれぞれの対処法をまずこれからお話しますがまず最初に言っておくと肩に関しては原因も多岐にわたっていて細かい自己判断はまず無理ですですので自力だけで直そうとせずに 信頼できる専門家と相談しながらのセルフケアを行いましょうねでは対処法いきますよ炎症期タイプじっとしていても痛い場合、熱感がある場合熱感があればアイスノンとか氷濃で冷やしますまたロキソニンとかバファリンとかの鎮痛薬も飲んで楽であれば飲んで良いですしシップが楽であれば貼っても良いですその後早々に医療機関にかかりましょう 病院の場合痛みが本当に強い場合だとステロイドととか痛み止めの注射が行われると思います当院の場合でしたらアイシングや急性疼痛の緩和や治癒促進をする特殊電流を行ったり骨折の時のように腕腕ををつつって楽になるのであれば腕をつりますこの状態の時に病院や治療院とかで「四十肩なんだからどんどん動かした方がいいよ」とかいう指導されることも結構あるようなんですけども。 こういう炎症期に無理をすると火に油を注ぐ状態になりますのでやめましょう。そしてそれらの受ける指導がちょっとおかしいなと感じたらその先生に質問してみて納得いかないようであれば別の院への転院も考えていいと思います。次、衝突摩耗タイプ。このタイプに対して当院で行っている2つの体操をこれからやってみますね。次はアイロン体操2.0やりますね。 昔からある四重肩のリハビリ法でアイロン体操っていうのがあったんですけど良くないところがグッと握ってしまうことによって肩にインピンジメント衝突が起こってしまうんですねここの肩の力はどうしても脱力する必要があるので今ではあまり使われなくなってるんですけどそれを私なりに工夫してアイロン体操2.0とを作ってみましたのでやってみますねテーブルぐらいの高さのところでですね重りは1キロから4キロぐらいですね ぐーっと伸びて、じわワっと気持ちいいぐらいの重さでいいですから、昔は、こういう感じでぐっと握って、手を振ってたんですけど、握らないです。引っ掛けるっていう感じ。これで肩に力が入らなくなるんですけど、さらにもっといいやり方があって、これレジ袋ですね。レジ袋におもりを入れて、中身何でもいいですから、入れてもらって、握るんじゃなくて、手首は取っ手の中に入れてもらって、手首を通します。 通して、これもまた握らないです。握らないことによって肩が脱力していきますんで、この状態で、最初、動きが悪いうちは、テーブルぐらいの高さでいいですんで、痛くない方の手で寄りかかってもらって、このまま揺らしていきます。で、揺らすときなんですけど、これで手を振るのではなくて、体全体を振って、痛い方の手はあくまでも脱力させてください。脱力させて、こうすると振り子のように動いていきます。 ま、勝手に動いちゃう感じですよね。動いていきます。このライロン体操2.0と何日も続けていくと、だんだんと可動域、腕の可動域が広がっていくと思いますんで、広がってきたら、今度はもっと低い状態にで手をつきます。で、これはどういう意味かというとですね、通常だとこの状態だと、この位置で動かしていたと思うんですけど、低い状態に持っていくと、手が少し上に、 相対的に上がります。上がった状態で振るとですね、この高い状態で腕を回すことになるので、これで可動域を広げていきますね。で、持ち方は同じです。引っ掛けて、椅子に良い,い方の手で寄りかかってもらって、背中を丸めてもらって、で、下を向きます。この状態でまた脱力させて振り込んだですね。あくまでも肩は脱力させてくださいね。 アイロンパイソン2.0やって、肩がじわーって伸びてきたと思うんで、この伸びてる時を利用して、手を動かしていきます。ただ、こういう風に、手で自分の筋肉で動かしていくと、これでまたインピンジメント、衝突が起きてしまうので、肩関節が脱力するっていうのがすごい大事になるので、腕を垂らした状態、脱力した状態で、次に棒を用意しますね。棒は、1メートルぐらいあればいいと思います。この棒で、 悪い方の手のひらに棒の先端を置いてもらって、肩は脱力したまんまですんで、痛くない方の手で、悪い方の手をいろんな方向に動かします。最初は痛くない方向を探してもらってですね、動かしてもらって、徐々に痛い方向を開いていきますね。肩の力はもうあくまでも脱力させてくださいね。後ろにやったりですね、横にやったり。 前にやったりしますねここで痛くてもやった方がいいですかどれぐらいやれば良いですかっていう質問が結構きますこれはちょっと痛いぐらいなら良いですけど我慢しすぎると逆効果になっちゃうんですよどれぐらいがいいかっていうと翌日になってもまだ痛みが残るほどの痛みであればやりすぎです でもやらなすぎると治らなかったり余計に固まってくるしやりすぎると炎症してくるのでこれは自分の痛みの具合を見て加減しながらやるのが最適です大体なのですがアイロン体操2.0を1分棒振り体操を1分合計2分で1日3回くらいやってみましょう理想的なのはお風呂でゆっくりと肩を温めてその状態でやることです関節が固まっているところは主にコロアゲン繊維でできています コラゲン繊維を緩めるためには39度から41度の熱が有効です肉や魚料理が冷えてくると煮汁がゼリーのように固まりますよねそれを温めるとまたサラサラの煮汁に戻りますそんなイメージです当院でリハビリを行う場合だと炎症がなければラジオ波という温熱療法で患部にどん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 熱を入れて患部が十分に温まっている状態でリハビリを行いますそれから病院での検査の結果腱板断裂していた場合 この場合は自然治癒は現実的には無理なのですが、手術にするのか保存的に過ごすかは人によりケースバイケースですんで、それも主治医の方とよくご相談されると良いと思います。次、筋肉突っ張りタイプ。これはまず硬くなっている筋肉を緩める。具体的には温めるとかマッサージ、筋膜リリース、ストレッチですね。今回は広背筋のストレッチを一つやってみますね。じゃあ、広背筋のストレッチいきますね。 腰を落としてもらって、この状態で、悪い方の手をですね、親指を内側にねじって、小指が上に行くようにします。この状態で、痛くない方の手で掴んで、ぐーっとこっちの方向に引っ張っていきます。で、体をぐーっとしゃがめていきますね。で、ここはピーンと伸びてる感じしてれば OK です。通常だと肩はこんな感じで、こういうのも後背筋のストレッチなんですけどね。 これ肩がもともと上がらないんでこれできないのでもうこうやらなくてもやる時にぐいーっとひねりますねひねりながらこっちに伸ばすっていうそして最終的には姿勢改善より正確に言うと体の各パーツの機能が正しく連動して動かせるような機能改善を行っていくのが根本治への道ですね もしそんな動画も見たいっていうんであれば考えますんでコメント欄の方に機能改善の動画見たいとか残してくださいね肩は体の中でも一番自由自在に動く関節でそれゆえに複雑で障害も起きやすい部位です肩の障害は不良姿勢肩の使い方の癖使いすぎなどによる機能不全から始まり その後インピンジメントが繰り返され摩耗が起きて鍵盤断裂に行こうそれらに至るメカニズムから肩を守ろうとする体の過剰な防御反応により拘縮、四重肩、五重肩が起きるなどと私は思っていますそして治療はその逆を辿って最終的には不良姿勢や使い方、癖イコール生活習慣病の改善になります最後はいつも同じところに行き着いちゃうんですけどもねやっぱりこれに尽きるんですよね 今回は死十肩かなと思った時の対処法をお話ししました。これに関してもっとこんなことを知りたいなとか、ここがわかりづらかった、それからよくわかったとか、あまり面白くなかったともコメント欄でぜひ教えてください。今後役に立つ動画を作るために糧にしたいと思います。では最後までご視聴いただきありがとうございました。一緒に頑張っていきましょうね。ご視聴ありがとうございました。 この動画では怪我をしない元気な体を手に入れるために楽しく投稿していきます。動画がいいなと思ったらいいねやコメント書き込みチャンネル登録をお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。